こんにちは、チョメです。魔王城に行こうと思ったら、ラグナローがいたので話しかけます。これからやっていこうね。で、音のバランスとか、まだ悪いかもしれない。ちょっとこの録画撮った後、ちょっと調整しますね。何してるんですか？ひゃ、ごめんなさい。で、お前たちか。何してるんですか？よくぞ聞いてくれた。これから魔王を討伐に行こうと思っていたところだ。お前たちも共に行こう。まだ言ってるんですか？ルーダさん、いい人ですよ。なんということだ。お前たちまで魔王に毒されてしまったとはな。かくなる上は致し方なし。かつての友のよしみで、我が手で引導を。でもラグナロを育てたらなんか強そうだからね。強いのかな？震えてるよ。引導を何ですって？戦おうか。え、いや、嘘、冗談だって。いや、嫌だな。すぐそうやって、マジになるんだから。俺が友達に剣を向けるわけないじゃない。でも、私たち、かつてのですからね。蝶々、あおるな。今も、何言ってんだよ、もう。僕たち親友、マブダチ。ね。ほら、早くその危ないものをしまって。はあ。もういいじゃないですか、ラグナローさん。真面目に働きましょうよ。ラグナロー長生きするか、こいつ。わかんねえな。何言ってんだ。勇者にとっては魔王を倒すことが仕事だ。でも魔王なんていないじゃないですか。それじゃ困るんだよ。魔王がいなくちゃ勇者になれないじゃないか。ルーザのやつ、いい人って言ってもあれだろ。ちょっとは悪いところもあるんだろ。陰で子犬を蹴っ飛ばしてるとか。愛犬家でいらっしゃいます。確かに愛犬家だったで、ね。部下にきつく当たるとか。優しかったよ。嫌い思いの方ですからね。悪く言う人はいませんね。風呂に入らないとか、それはわかんない。近づくととってもいい匂いがします。独特の匂いなんだろうね。夜更かしとか、あ、それあるかもな。あ、それはあるかもしれませんね。目の下のクマすごいですし。まあ、それ勉強してるって証拠だからな。それだ。我は早寝早起きの使者。勇者ラグナロー。この世の夜更かしを断つために、小悪の根源、魔王ルーザを切る。夜更かししてる人、ラグナローさんが現れるかもしれないよ。注意してくださいね。お、輝いてきたぞ。新しいやつ見つけたって感じか。希望。それが願いですか？しょうもな。ちょっと腑に落ちないですが、受け取りました。見たか、今の光。天も私の願いを祝福している。はいはい。それで今から行くんですか、ルーザさんのところ。あ、いや、まだ気は熟してない。お前たちポツン島というところを知っているか？郊外から私船が出ているんだか？大陸にはいない変わったモンスターが生息しているらしい。あ、行ってみたいね、今度。機会があったら。そこで共に修行しようじゃないか。ラグナローを仲間に誘えるようになった。だからポツン島に行くときラグナローを誘ってみようかな。それじゃあ行ってみますか、ポツン島。あ、いや、待て。あ、いたたたた、くるぶしの古傷が。おい、どっちやねん。魔王にハートブレイク。勇者ラグナローさん、目的をなくしちゃって落ち込んでないかしら？別の強敵を見つけて元気にしてくれたらいいけど、ポツン島に強敵おるかもしれんな。じゃあ、どんどんやっていこうね。次。次はね、庭と二つだったね、残り。じゃあ、入っていったら見つかるでしょ。二重に読んじゃうから、ちょっと、どんどん進めましょうね。このお願いとかもね、また後やりますからね。あ、始まったね、すぐ、やっぱり。ラグナローと仲を深めた。あ、今ラグナローを誘っとけばよかったな、仲間に。ルーザさん、お遊びに来ましたよ。遊びに来ましたね。オーナーでついてあげた。チョメ、よく来てくれたね。だからルーザと話して、次仙台魔王と話して終わりだね。何か問題は起きていませんか？おかげさまでね。ルーザも仲間に誘えるかな。父上が戻って母上も生き生きしているよ。それでね、決めたんだ。一緒に来る？僕は世界を征服しようと思う。マジか。本気ですか？ふふ、半分はね。もちろん魔王軍を率いて世界を制圧するわけではないよ。どういうことですか？僕は争いのない世界を作りたい。世界征服が一つの主義や理想で世界を染め上げることならば。これはね、まあゲームだと言えるけど、リアルでは難しいな。優しさを持って世界を一つにすることも世界征服と言えるんじゃないだろうか。必ず争いは起きますからね。幸せな人、不幸な人がいる限り。
もうルーザさん意地悪ですね、びっくりしちゃいました。もう民主、あの資本主義世界ではもう格差があるからね。幸いなことに今は戦争もなく平和な日々が続いている。そしてこのタイミングでファンタジールに迫っている危機は、各国が今まで以上に親密に手を取り合う好機でもあるという。僕はダルスモルスの王として今の平和を未来につなげる努力をしたいんだ。こういう純粋な頃があったな、昔。自分、チョメさんにもな。でも大人になるとね、それはね、ちょっと無理っていうかね、自分自身のことで精一杯になるよ。それがルーザさんの願い。まあ、世界が平和でみんな楽しくできればいいんだけどね、それはね、いろいろあって無理だからね。受け取りました。今まで追い返していた勇者さんたちとも必ず話してみることにしたんだ。時間をかけて話せばみんなきちんと理解してるってことが分かったよ。あのラグナローくんだけはなかなか難儀してたけどね。話聞かないですもんね。僕が近づくと逃げちゃうんだから怯えてるじゃねえか。あ、そうだ、ルーザさん。せっかく遺跡にこもらなくてよくなったんだし、一緒にいろいろなところに行ってみましょうよ。クルブルクもご案内しますよ。まあ、ダルスモルス案内してほしいな。すまない。え、正式な王位を継いだばかりで、片付けければならないことが山積みなんだ。あ、仲間に誘えないか。しかし、きっと遠くない未来、君たちに同行できる日が来ると思う。それまで待ってもらえないだろうか。そんなに強いな、こいつ、これ、こいつって言っちゃいけんけど。そんなの、もちろんですよ。お友達じゃないですか。ね、チョメさん、友達か。もうちょっとストーリーを進めたら誘えるようになる感じか。ついこの間まで、僕の辞書には載っていなかった言葉だ。ありがとう。チョメ、よかったらこれを受け取ってもらえないだろうか。お金かな。あー、違った。コウモリマント。お、いいね。かっこいいやん。マントですね。ルーザさんとお揃いですか。新しいマント、かぶれるわ。いや、全く同じものだと、なんだかちょっと恥ずかしくて。チョメに似合いそうなものを選んだつもりなんだけど、どうだろう。コウモリか。チョメさん、着てみましょう。きっと似合いますよ。母、気に入ってもらえるといいな。ちょっと早速来てみよっか。じゃあ、もうと友達ルーザさんに会いに行きませんか。理由、お友達じゃないですかね。行きましょう。クリアしました。ちょっと着替えるから待って、すぐ着替えるわ。これどうやったっけ、ポケットやったっけ、ポケットじゃなかった、ごめん、メニューだったわ。うん、着替えで、これはアクセサリーだからこっちかな。でこっち、お、結構上がるね、防御と魔法防御。じゃあこれで、これこんな感じ、紫になった。いいね。じゃあ次行きましょうかね。これ後ろから入るんだったかな、これ。あれ、仙台魔王どうやって入る。あ、オデオンおった。仲間探そう。はい。仙台魔王も仲間に誘えんのかな。ルーザーはまだだよね。誘えないよね。うん、じゃあ少々お待ちください。あ、魔王の塔、秘密の庭、こっちだね、仙台魔王様は。よーし。あ、始まった。お邪魔します。この庭もすっかり秘密じゃなくなっちゃったな。ごめんなさい。嘘嘘、君たちならいいんだ。封印を解いてくれた恩もあるからね。まあ、いざとなったら、この外の扉に封印術をかけて、ここに閉じ込めようや。ってなるよな。よし。お礼をしようと思って待ってたんだ。こんなのは好みじゃないかな。なんかくれんの？魔の力を封じる壁を手に入れた。家具だったね。まがまがしい力満ちた床を手に入れた。これ家の改築で、ステータスが上がればいいんだけどね。かっこいいです。そんなのないだろうね。それで私が復活してエリックは喜んでただろう。ちょっとめんどくさそうにしてましたね。はははは、あいつは素直じゃないからな。あいつもさっさと引退すればいいのにな。当分現役だと思いますよ。まだ子供ですから。しまったな、やっぱり年取る魔法にしとけばよかった。でもそれだと引退はしても遊べませんよ。ムー、それもそうか。次はどんなのを考えているんですか。残念ながら、いたずらはしばらくお休みだな。おとなしくしてなさいよって、ロッテンマイオがうるさいんだ。世界が滅びることよりも、妻の説教の方が何倍も恐ろしい。仙台魔王さんにも怖いものがあるんですね。
あるよ、怖いものぐらい。奥さん怖くなるのか。ポルトポロトのエイハブは知ってるだろ、あいつの歌聞いたことある？あるよ。ひどいもんだよ、体中の細胞が悲鳴を上げるからね。それをおもてなしとか言って、逃げ場のない船の上で聞かされるんだから。でも飛んで逃げれそうだけどな。昔は違うんか。エイハブさんもおもてなし好きだったんですね。あと、ああ見えてエリックも怖いんだぞ。私を封印できるなんてエリックぐらいなもんだ。自慢しなくても。でも一番怖いのはクマさんかな。え、なんで？なんでなんで？クマさん？パーテルベアとかですか？あんなの普通のクマじゃない。クマはクマでも森のクマさんだ。バカでっかいのがいるんだよ、木漏れ日の森に。何せ私の魔法が一切通用しないんだ。ありったけの魔力をぶつけてもあくびしてるんだから嫌になるね。次のボス、クマさんかな。木漏れ日行かないといけないし、そんなにすごいクマさんがいるならお会いしてみたいです。これフラグになっちゃった。きっとすぐに会えるさ。やっぱボスじゃねえか。次のボスはクマさんです。ファンタジエルにある国は3つだけじゃないからね。まあ木漏れ日だもんね次。まあとにかく君たちの旅の幸運を祈っているよ。世界なんて滅ばないに越したことないからね。軽いですね。なるようになるって。それに君はあれだろ、マーズから。ははは、何か進展があったら教えてね。まあ、マーズからっていうのは、まあ、ファンタジーライフオンラインやってる人はわかるね。花と魔法、秘密の鬼は素敵でしたね。先代魔王さんも素敵な方だったし、もう一度会いに行ってみませんか、をクリアしました。じゃあ全てのハッピーをクリアしましたね。クエスト、蝶々からのお願い。じゃあこれ一旦ね、報告してみようかな。ハッピーボーナスもらえるし。じゃあ少々お待ちくださいね。ハッピーチェック。ハッピーなことがあったか判定してみますね。これで今日終わろうかな、ちょうどいいしね。古代遺跡で先代魔王に会った。狩人の立ち位になった。あ、だいぶ報告してないからね、結構溜まってるね。ダルスモルスの宿屋に泊まったのもあったね。飛行船に乗れるようになったのもある。こんな感じ。ちょっと流すね。結構溜まったんじゃない？これさっきやったやつだね。ハッピーボーナスおめでとうございます。ハッピーボーナスをお選びください。何にしよっかな。バックはもう最大。ちょっとね、実況者っぽくやるわ。ハッピーライティング、乗馬ライセンス入手、クルブルクの牛舎で馬をレンタルできるようになり、コードハイムワンランクアップをちょっとやってみようかな、これ。本当はね、走行枠拡張とかやりたいんだけどね。よし、あと2つ。何これ？あ、これクルブルクの馬だけか。なんかタートルライティングって出たから、これポルトポルトか。マジか、全部のやつ出さないといけないんだ。じゃあこれ一旦置いとこうかな。じゃあハッピーショッピングやってみようか。クルブルクのお店の品揃えがアップ。クルブルクを拠点にした生活が一段と楽しくなる。これはね、結構使いそうだからね、ちょっとオープンしてみました。これはね、いい。もうこっちあるから。うん。じゃあこの、港のショッピングも開けとこうかな。ポルトポルトのお店の品揃えがアップ。ポルトポルトを拠点にした生活が一段と楽しくなる。お店も大事だからね。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。